ミカ。ミカ、ミカ。1983年8月18日帯は、レワノン出身、現在ロンドン在住のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、グラフィックデザイナー。正式名は、マイケル・ホルブルック・ペンニマン・ジュニア・またミカ・ペンニマン、としても知られる。2007年にデビュー。裏声を多用する高音のボーカルを武器に、 ウィットに富んだ純度の高いポップチューンが特徴。その音楽性は、しばしば、フレディ・マーキュリー、シザー・シスターズ、エルトン・ジョンナーと比較される。そのスタイルからゲイではないかという憶測が生じ、本人はそれについての言及を避けてきたが、2009年9月に発売された、オランダのゲイ雑誌、ゲイナイトで、僕のことを定義づける言葉が必要なら、バイセクシュアルを使えばいいと述べた。 2015年5月発表のグッドガイズにはウェアハブオールザゲガイズゴーンとの歌詞がある。正式名、マイケルの短縮型がミカで、このいずれもが本名である。当初はミーチャの方を使っていたが、それがマイカと誤読されることがあまりにも多いことに閉ざして、これをミカと改めた。デビュー当初日本でもミカと表記されるのが一般的だったが、日本語では 同音のミカやミカが女性の名を連想させるものであることから、やがてこれをミイカと改変して表記する媒体も現れ、しばらくはこの二つが混在していた。しかしアルバムが正式に日本でリリースされるのを機会に、以後の国内版 CD や音楽関係の印刷媒体においてはその名の表記をミイカに統一することが申し渡された。本校の記事名もこれに準拠している。 レバノンのベイルートでアメリカ人の父とレバノン人の母の元、五5人兄弟の3番目として生まれる。姉が2人、妹と弟が1人ずついる。1歳の時に内乱が再燃し、収集不能な状態となったため、家族は国外退去を余儀なくされてパリへ移住した。さらに9歳の頃、今度は父親がクウェートのアメリカ大使館に人質として監禁される。 一家はイギリスの庇護を受けるためにロンドンに移住する。そうした波乱に満ちた少年時代にオペラ声楽の訓練を受けたのきっかけとして音楽に目覚める。初めての作曲は7歳の時のことでアングリーというピアノ曲を作曲をしているが本人によればこれはひどい曲だったという。ロンドンではフランス人学校に入学するが散々ないじめに遭い。 難読症にも悩まされたため、現在も難読症である数ヶ月母親による家庭内教育を受けつつ、いくつかの学校を転々とした。この6から7ヶ月間の家庭学習期間に、ロシア人のソプラノ歌手に歌の指導を受け始めた。大学はロンドンスクール・オブ・エコノミクスに進学するが1日で、退学し、名門音楽学校である王立音楽大学に入学した。それも、 中途退学すると本格的なミュージシャンとして活動を始めアルバムの制作に入った。デビュー前の活動としては幼少時に行ったロイヤルオペラハウスでのモーツァルト等クラシック曲のレコーディングから航空会社ブリティッシュエアウェイズの機内曲、さらにチューインガムの CM 曲制作まで多岐に渡っている。かねてから学校の休暇中に渡米し上気のような 様々な音楽活動を行っていたが、2004年頃から主にマイアミとニューヨークを拠点として、欧米各地でライブ活動を行うようになり、カナダ人のグレッグウェルズをプロデューサーに迎えて、アルバムの制作に着手する。2006年に初シングルのリラックス、テイクイットイージーをネット上で発表すると一躍人気を集め、翌年の初めには、 その年の有望新人として BBC 等で大きく取り上げられるようになった。その直後に発売されたグレース・ケディはイギリスのシングルチャート1位を獲得。同年2月に発売されたデビューアルバムの Life in Cartoon Motion はイギリスをはじめヨーロッパ諸国のヒットチャートで1位を記録する大ヒットとなった。2009年にはセカンドアルバムザ・ボーイ・フーニュー・トゥーマッチをリリース。 同年、新木場での日本公演で、宇多田光をゲストに招き、L.E.T.I.T. Snow をデュエット。2010年、映画、キックアスのサウンドトラックに、レディー・ガガのプロデューサーとして知られる、レッドワンと共に、キックアス、We Are Young という新曲を提供した。2011年4月、東日本大震災を受けて、日本のファンに犠牲者への追悼と今後のサポートを表明する。 メッセージを公式サイトを通じて発表した。2012年、サードアルバム、The Origin of Love をリリース。好きな音楽のジャンルが極めて広い。よく知られているものとしては、ベック、ビョーク、プリンス、セルジュ・ゲンスブール、ファイルーズ、ハリー・ニルソンなど。5オクターブの鬼域と紹介されていることが多いが、本人のことによれば、3オクターブ半程度とのことである。 ライブや TV 出演などでカバーした曲には、ユーリズミックスのスイートドリーム、ジャクソン5のアイォンというバック、ザビューのセームジーンズなどがある。インタビューでは、好きな J-POP アーティストとして、パフィー、シャミセンの吉田兄弟の名を挙げており、また夢が叶うなら、ポケモン、ドラゴンボール Z、アトムに会いたいと語っている。2007年5月に日、7月には、 フジロックフェスティバルに出演し、その翌日にエビスのリックウィドリウムでライブを行った。大橋トリオは自身の作品フェイクブック E の中でミリカのグレースケリーをカバーしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。